ニトリでソファーを買いました。ダッシュでどうも滝田ズゴ。ダッシュでどうも滝田でございます。お久しぶりです。お久しぶりでございます。皆さんに合わせる顔がありません。見てください。このやる気のない服、パジャマでの登場ですよ。許しがたい。3週間ほど実は動画を上げておらず、Twitter、インスタの方もゼロではないんですけれども、明らかに今までにはない投稿頻度ということで、皆様からたくさんのメッセージ届きました。一つ目これ。最近動画上がらないけど、どうしたんやろ。SNS と YouTube サボりすぎ。この2件しか来てない。こんなに YouTube 動画上げてない時今までに1回もなかったのに4年間一度もなかったのにまあまあまあ、全く SNS に浮上してないわけではないので、まあそうですよね、まあ、そこまで心配してないとは思うんですけれども、 YouTube の更新頻度っていうのはもう3週間以上上げてないということで、さすがにまずいというところなんですけれども、サボってないっていう言い方しないですけど、思ってたわけではなくて、実はこれしっかり体調を崩しちゃいまして、2週間弱動けない状況がありました。まあそこから最近ちょっと動けるようになってきまして、練習の方も僕が再開しているところなんですけれども、ちょっとヨシキから連絡がないと。 LINE してみました。体調どうですか。やっべえぞ。編集取りかかれそうです。バリムズイ。第3回福島県を怒らせる大会選手権第3位。分かってくれー。完全にメンヘラモードです。もしかしたら僕の知らない間に活動休止してる可能性あります。定かではありません。直接ヨシキの家に行ってヨシキの口から聞きたいなと思うんで。初めてですよね、自然活動休止。カップルが遠距離恋愛して自然消滅みたいな、よくあると思うんですけど、自然活動休止スタイル可能性としてあり得るんで、ちょっと行ってきたいと思います。ダッシュで行こうぜ。木の周り割る。めっちゃ暗。怖っ。東京ドームシティのお化け屋敷より怖い。いない。いない。携帯はある。これガチ。ガチこれ。なんでいいの。何したじゃん。12時だよ今。何時だと思って。こっちのセリフだまえする。ちょっと待ってね。部屋は綺麗なのね。久しぶり。久しぶり。いや待って、俺何回寝起き晒すね。いやまあまあまあ、押しかけたのは申し訳ないけど、 LINE の感じとかもそうだけどさ、だから何してたの。もうやるべきことがあるんじゃない。ガチでガチで活動休止。最後までご視聴ありがとうございました。ガチでマジで今からなんか撮ろうとしてる。エンジンがねマジで入らない。冒頭でも話はさせていただいたんですけれども、僕と YOSHIKI2人とも体調崩したのは本当で、どうにもこう動けない状況ではあったのは確かではあったんですけれども、まあやっぱりその中でも多少できることはあるだろうし、体調良くなって動ける状態なので、まあやるべきことはやるタイミングなのかなというところで、気持ちはわかるんだけどさ、やらな。本当に体調崩して2週間3週間、まあ体調治ったらさやろうと思ってたんです。崩して何もできない期間中に携帯開くわけ、インスタグラムとかツイッターとか開くと、今までになかった光景が見れたという、俺ら以外のヤンチューバーみんな頑張ってんのすごいなみたいな、それに感化されて頑張んなきゃってならなきゃいけないのに、ごめんね正直に言うね、どう、みんな頑張ってる姿を見て取り残されてる気がしてて萎えちゃって、メンヘラなこと言うんだけど、みんな知ってる。それはみんな知ってる。ヤンチューバーたちがみんな頑張ってる中で何してんだろうみたいな、思えば思うほど焦って、その焦りが何も動けなくなっていく自分が、活動休止っていうか一回その休まないと、このメンタル面を回復させないとどうにもならないなっていうのがあって、動画が上げられてないっていう状況ですね。お前ら、はい、挨拶して、刻んでいこうぜ。天使の指で乳首ピン。健在かよ、そっち。3週間考えたネタです。雑魚じゃん。俺もツッコミのキルなくなったわ。いや、ほんとすいませんでした。なんかでもちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、周平がまあこうやってやるぞっていうのを若干待ってた感もある。
わかる。わかるけど、でもやっぱり、ランチューバーの人と比べるところでもないし、俺らの存在っていうのは。単純にね、TKD プロジェクトは TKD プロジェクト、俺は唯一無二だと思って活動はしてるので、やっぱりまあ俺と YOSHIKIで作り上げていくものっていうのは、やっぱり主ではあるし、やっぱそれを楽しみに見てくれてる視聴者が、まあ少なくとも8万人弱はいると。素晴らしい状況なので、そこはやっぱ甘えちゃいけない。そうですね。うん。はい。二人で作り上げてきたコンテンツなので、うん、ここまで応援してくれた視聴者のみんなのうちはやっぱりがっかりさせたくないから。で、プラスやっぱり年始、やっぱりよしきと二人でいろんな目標を掲げたじゃないですか。1月、2月。うん、この手たらく。こけたなぁ、マジでこれ。こけたにも程がある。こけたなぁ、こけたにも程があるから、やっぱり挽回せんといかん、これは。まあそうですね。うん、やっぱり今んとこ、口先だけの YouTuber みたいな、いう感じになってるので、そこだけではないところちょっと今回見せていきたいなと。よしきさん。3月毎日投稿してできなかったら活動休止します。なので皆さん3月毎日20時 YouTube チャンネル開いて TKD プロジェクト始まるな、あの日曜日にサザエさん7時に始まるなみたいな。6時ちびまる子じゃない、6時半か、めんどくせえな。実はやったことない、我々1ヶ月をやったことないね、やり遂げたことない、ちょっとやらせてください。そうですね、はい、口先だけチャンネルみたいになってるんで、まだここまだここでも口先だけチャンネルかな。さっそく俺明日上がんなかったらめっちゃおもろいな。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。あり得るからね、TKD プロジェクトは全然あり得るからね。いや正直ね、皆さん、まあまあ準備はしてるし、大丈夫だろうなっていう、自分たちの根拠もあってこれ言ってるんですけど、でもやっぱり、何が起きるか分かんないんで、次の日、YOSHIKIの謝罪動画分かるかもしれないし、1分半ぐらいの、すいません、今日分かんないです、みたいな。それは、あれだもんね、一応上がったから。上がったになるから、昔の俺の100メートル動画いきなり上がるかもしれないし。がっつり繋ぎ案件だな。